きました一夜です。今年はコロナウイルスで舞台がなくなってしまって、みんなで集まって練習することもできなくなりました。私は自粛期間中よさこいから気持ちが離れてしまいました。でもみんなで集まって練習したら改めてよさこいが楽しいなと思いました。今日はみんな久しぶりの舞台で緊張していますが、感謝の気持ちとみんなで踊れる喜びをかみしめて踊らせていただきます。ご声援よろしくお願いします。よろしくお願いします。は宮古七彩染まるもみじや愛おかしい。